高速高火力ハレース、ハレモチリクです。本日はですね、うねる水面を使っていきたいと思います。今回使っていくうねる水面なんですけど、ハレパのエースのうねる水面です。このうねる水面ね、専用技のハイドロスチームがね、通常ハレカだとね、水技はね、威力が半減してしまうんですけど、まあ、ただね、このハイドロスチームはハレカで威力が下がるどころか 1.5 倍になる。ということでね、このハレカエースのうねる水面非常に強力だったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、カバルドン、ヘイラッシャ、アーマーガー、炎オーガポン、パオジアン、羽ばたく神と、どうしますかね。そうだな、相手の神ちょっとめんどくさいけど、神ミラーやってもいいか。そうだね、神から入ってコータス、アット1がホムラかミナモなんだけど、ちょっとホムラだとラッシャの処理が、まあでも神でいけるっちゃいけるな。どっちがいいかな、ホムラとミナモ。どっちも通せそうだな。ちょっとミナモの方がいいか。カバルドンで展開阻止されること考えると、いや、ちょっとミナモで行こうかな。ラッシャのあくびがめんどくさいから、このミナモの身代わりでカットしに行きましょう。対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発パオジアン、まあ、OK、 ここはコータスで見れるので悪くない。ここはもうね、即コータスに引いていきましょう。撤退。ここはコータス交代。相手どうしていくんだろうね。まあ、ステロ撒いちゃえば、割と別に損はないでしょう。まあ、多分、パオジアンの噛み砕く、まあ、こだわってなかったら結構耐えると思うし、こだわってたらね、まあ、ここの対面そんなに安定しないから相手も。結構居座りづらいんじゃないかな、相手もね。アーマーガーバックとかが最高。よしよしよし。相手も同速は怖いと。まあ、相手視点タスキとかも考えられるんで、アーマーガー、よしよしよし。最高です、これが。まあ、ステルスロック。あー、でもちょっと待って、これ、あれだな。挑発が一定数あるか。まあ、挑発なら挑発でもいいか。ステルスロックで。トンボ返り、よし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 。どうすんだろうな、相手。まあ、羽ばたく神に引いてくるとかですかね。うん。でも、ステロンさえ撒いちゃえば、相手がこだわりパオジアンだとしても、うねる水面の身代わりが結構、あー、カバルドンか。はいはいはい。なるほどね。ちょっとめんどくさいですが、ここはステロは負けた。どうしよっかな。まあ、一旦あくびから入りましょうか。そうだね、あくびで。まあ、相手もステロじゃないかな、ここは。多分だけど。なるほどね、カバがいる感じね。神か、まあ、みんなもどっちでもいいけど、カバルドンうまいこと処理して、で、晴れ再展開して、一貫作っていきたいな。うん、まあ、ステロ巻いてくるのはものすごくわかる。このターンどうするかなんだよな。あくびは入れられた。ちょっと自信打ってきそうだよな。水面から入るか神から入るかなんだけど、水面から入ってハイドロスチーム押して、まあ、放射でもいいけど、さすがに自信じゃないかな、相手。まあ、一旦水面投げましょうか。まあ、ちょっと水面の方が耐久だいぶ余裕あるんで、ここは水面から入ります。ここは水面交代。でかでけえ。自信かな。あ、吹き飛ばしか。ああ、全然いいよ。全然いいや。まあ、どっち出てきてもそんなに損がないかな。ここは、コータス OK。よし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 。コータス出てきて、じゃあもう一回水面出していきましょうか。これね、水面交代が結構安定すると思うんだよな。うん。ここで寝かして、相手居座ってきたら水面のハイドロスチームがめちゃくちゃ通るから、ここは一旦水面出します。いいですね。コータスまだ晴れ再展開できそうだし、これはいい感じに一貫が作れそうだな。ここはうねる水面。相手は引いてくるんでしょうか。なんか居座ってくる気もするけどな。古代活性で S ブーストをしていく。相手は OKOK 居座ってきている。これね、カバルドンさえ突破しちゃえば結構相手視点きついと思うんだよな、こっちのパーティー。テラスまで切るかどうかだな。神に切るルート、この試合あんま神に必要なさそうだから、水テラハイドロスチームで。これ OKOK 引っ込める。これね、アーマーガーを切ってきたら、それアーマーガー多分相手切りなんだよ。アーマーガー切ってきたら多分羽ばたく神が相手浮かんないから基本勝ってるんじゃないかなと思うけど、どうでしょうか。ここは水テラス切っていきましょう。このね、下がるどころか火力が上昇するうねる水面のハイドロスチーム、馬力を見せていただきたいところ。ここは晴れか玉水テラスハイドロスチーム、いけー。ワンパンはさすがにできないかな。あ、そうだね、 HD だと思うんで、相手のアーマーが。あ、でも十分。カメラ越しか。ちょっとね、お盆込みで、まあ、ワンチャン2パン、あの2パンできないかなと思ったんで、ここは水テラス切りました。まあ、裏に必要なさそうっていうのもあるしね。ここは1巻あるんで、ハイドロスチームで。引っ込める、よしよし、それ受かってなくて、カバルドンかな、相手。うん、オッケー。で、ここはカバルドン吹き飛ばして、で、コータス再展開して結構勝ってるんじゃないかなと思ってますが、どうでしょうか。ここはハイドロスチーム。
ハオジはもうね、こだわりで、まあ、弾はギリギリあるか。弾はギリギリあるけど、基本こだわってると思うんだよな。よし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 。うねる水面が馬力を見せていますね。まあ、これは無駄急所でしょう。さあ、まだ HP 半分ぐらい残ってる。相手多分ね、パオジアンの不意打ちでこっち処理しに来ようとしてると思うんだよな。パオジアン、あ、まさか。で、ここのターンは不意打ち打たなくてもいいもんな。助けじゃない、ステロが入って削りが入る。ここはコータス投げます。コータス別に裏のアーマーガーに対しての残しておく必要ないんで、ここは一旦コータス投げて、で、いいはず。ここは多分相手ね、まあ、砕くとかだと思う。普通に。さあ、砂を解除。相手はテラスを切ってくる。よし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 。いいですよ。基本勝ってると思うんだよな。相手は電気テラス。あー、こだわってないんかな。こだわってないとちょっとめんどくさいけど、ハチマキとかだと思ってるんだけどな、相手の動き的に。テラバースと、弾だとまだちょっとわかんないんだよね。うん。コータスは突破されますが、まあまあ悪くない展開。あー、弾か。弾はね、ちょっと難しいんですけど、まあ、ここを水面出します。え、結構勝ってる寄りだと思うんだけどな。ステロが入る。ここ相手さ、不意打ち、身代わりが結構不意打ち潰て両対応な気がするんだよな。身代わり打ちます。よし、ここは身代わりがぶち刺さっていく。身代わり張って、よしよし、これ次の弾ダメも耐えるから、これ確実に勝ちですね。いや、素晴らしい。ここは一貫があるんで、ハイドロスチームでいいはず。オッケーオッケー。身代わり刺さんの気持ちいい、これ。これあれだね、つぶてでも、不意打ちでも、両方すべて対応できてる。やっぱ、水面の耐久ラインの良さとね。あ、オッケーオッケー。はい、対戦ありがとうございました。素晴らしい。水面が最強すぎ。チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、ウーラハッサム・パオジアン。羽ばたく神海流、ガチグマと、どうしますかね。そうだなぁ。まあ、でも、ハレパ自体の通りは結構全体的に悪くない。まあ、相手の初手、羽ばたく神どうするかか。あ、やべえ、うがつホムラの H 増やしてね。まずい。神から入ろうか。神、コータス、ネル、ミナモかなちょっと直近アッサム若干めんどくさいんだけど、まあでもコータスいればそんなに不利ってことじゃないし、これで行きましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発ガチグマ。はい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 、なるほどね。どうしよっかなまあムーンフォで押していくか。うん、テラスムーンフォでもガチグマって落とせないよね。まあ直近の場合もあるしね。まあ一旦スムーンフォで押しますか。さあ、ムーンフォース、うい。硬いね、直球だな。ブラッドムーン、これは耐える。これ真空波まで耐えそうじゃね。ムーンフォースで押していきましょう。まあ、ハッサム引いてきたらそれはそれでいいし、ハッサムいない。でも引かないんだったらいないんじゃないかな。さすがにガチグマで居座るの結構苦しいから、変化 OK、 それ耐えるでしょ。ういー、ここは初手羽ばたく神でしっかりとガチグマ突破。 OKOK、 悪くない展開。さあ、裏から来るのはパオジアン。オッケー、ここはコータス出していけそうですね。うん。まあ、研磨だけちょっとめんどくさいんだけど、まあ、基本的にコータス出して損がないはず。まあ、研磨打たれた場合は、一旦まあ、あくびで流すのがいいかな。まあ、それか放射でもいいか。うん。ここはとりあえずコータス出しで。さあ、ヒデリー。相手は？ふいうち、よしよし、一番おいしい。一番おいしい。で、このターンは、単放射にしようかな。いや、ステロ巻くか。ステロ巻こうか。ちょっとタスキの可能性が結構あるから。聖剣、よし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 。じゃあ、ここは、ステロで正解。ここはもうちょっとパオジアン放射で処理しに行っちゃった方がいいかな。うん、そうだね。ここは火炎放射で。いいね。コータスの耐久の良さが。硬すぎる、こいつ。マジで。50ぐらいだから。オッケー、次も耐えるから。次の次も耐えるから。ここ、このまま火炎放射連打で OK ですね。つら、おい、ちょっとやめろ、やめろ。犯罪やめろ。やめてくれ。動いて。ナイス、正義は勝つ。助けですね、多分。うん。ここはちょっとこのままパオジアン突破しに行っちゃいましょうか。まあ、冬打ちで裏削られるのもめんどくさいんで。うん。ここは放射連打で。まあ、ちょっと助けとか相手だと噴煙の方がいいんだけどね。まあ、ちょっと火炎放射の方が威力出るのとあくびの邪魔にならないから今回火炎放射にしてみました。まあ、なんだろうね、噴煙とどっちがいいんかな。相手はつらら連打。ちょっと勘弁してほしいところを。やめてください。おい、やめてください。まだ聖剣耐えるな。ちょい、やってることやばい、やってることやばい、マジで。はい。よしよしよし、正義は勝つ。セーフ。危ねえ。こんなんで負けてたまるかよ。さあ、相手のラスト次第ですが、悪くない展開のはず。相手のラストは、羽ばたく神。まあ、基本勝ってるんじゃないかな。どうだろう。ちょっとテラスまだ切ってないから、そこ次第だけど。Sブースト。あ、てか、あれか、相手、エナジーかもしんないか。わかんねえな。ジャイロで。
パワージム。めっちゃメガネっぽいじゃん。めっちゃメガネっぽい。メガネだったら、イナモから入って、水テラハイドロスチームでいいか。そうだね。神だと同速勝負しないといけないから、イナモからでいいはず。イナモから入って、どうだろうな。これ水テラハイドロスチームで落ちるかどうかだな。ここは水テラスハイドロスチームで。相手誰考えてパワージム打ったんだろう。まあまあでも、うんこも耐えてたでしょう。相手は、虹テラスかな。はいはい、虹テラス。まあ相手視点あれか。ラストうがつホムラー考えてパワージムか。オッケーオッケー。これ相手視点見えない戦術濁させられるの強いな。ここは水テラス切って。いや、基本押し切れると思ってるけどどうだろうな。多分メガネでしょう。相手は、ああ、打ち替えられるんかい。何なんだろう、持ち物。エナジーなんかな。ただここはしっかり耐えて、開始の玉、晴れか、水テラスハイドロスチーム、うい。いけー、強すぎー。羽ばたく神をしっかりワンパンで勝ちと。いや、素晴らしい。いや、これはちょっとね、羽ばかみでしっかりガチグマ倒してコータスで切り返してラストミナモで締めていくと。いや、いい展開だった。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このうねるミナモの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。いや、本当に強かった。まあ、やっぱり、ね、この晴れかによってね、この S ブーストによって S が 1.5 倍。で、命の玉で火力が 1.3 倍。で、ハイドロスチームは威力晴れかで 1.5 倍で、で、さらに水テラス切ってね、かなり制圧力があるということで非常に強力だったんじゃないかなと思います。まあ、やっぱこの玉にすることでね、身代わりによって相手のね、変化技ですとか、あのね、冬打ち宅とかを有利に進められるのもね、非常に良かったですし、まあ、あとやっぱね、水タイプの晴れエースっていうところで、まあ、メインやっぱりね、この炎タイプとか、まあ、あと羽ばた神とかになるんで、やっぱね、この構築の攻めるタイプを変えられるっていうところでも非常に優秀だったなと感じました。いや、本当にね、この晴れエースのうねるミナも非常に強力だったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんかイメージ的にはね、以前紹介したハレパ、まあ、コータス、ホムラ、羽ばたく神、まあ、この3体のパーティーをね、ちょっと自分なりに改良して、まあ、ね、今回ね、うねるミナも3体目のエースとして採用してみました。まあ、なんかそのホムラとか神と比べて、相手のね、絡め手に対して身代わりを採用することによって強く出れる点がまず一つ優秀だったのと、まあ、やっぱね、この水タイプっていう通りのいいタイプ、神とホムラが持っていない範囲で、ね、かなり強力なタイプで攻めていけるっていうところで、非常にね、優秀だったなと感じました。いや、本当にね、この構築非常に強力だったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。